どうもシルクロードです。ツイキャスの方で何度か、言ったんですけど、どんな可愛い子でもね、どんなアイドルでも、はたまたどんなイケメンでも匂い玉というものができるそうなんです。その匂い玉っていうのはですね、扁桃腺っていうものがあるんですけど、のどさんの横にこうなんかカーテンみたいに垂れかかってる、こうブラ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 ってなってるやつがあるんですけど、そのブラブラのへこみの間に食べかすがめっちゃ蓄積してできた白いもの、それを匂い玉と言います。でですね、僕ツイキャスで言ったんですけど、僕匂い玉全然臭くないんですよ。周りの人はね、それをパーンって潰してって買うと思うっていうぐらいものすごく臭いらしいのよ。我慢できないぐらいもううっってなる臭さらしいんですけどこの日のために匂い玉作りましたってなんか語弊があるの。できました、不可抗力でね。まあ匂いは伝わらないですけど、その匂い玉というものね、ちょっと見せたいって言ったら、なんかなんでか知んないけど、動画撮りながら嗅ぎたいとね、なんか新しい趣味見つけたみたいな感じで、もう悟り開いたんかな俺。はい、これですね、なんだっけ、名前忘れちゃった、バトンじゃない、なんだっけ、綿棒、ティッシュね。まあこれをね、こう置きます、この辺にパッて口をむっ開けます。でこの扁桃腺をの匂い玉の周辺をカリッカリッってやるとね、ムワって出てくるのよ。それがまたグロいぐらいにムワって出てくるのですので、ね、ちょっとやってみたいと思います。 Do you like mirror? また鏡ダメだ、ごめんね、こっち向いてやる。これ何の動画なんだ。本当に匂い玉2つある、何これ、なんか同じ場所にドラゴンボール2つ見つけたみたいな感じ。これ具合悪くなりそう。あれよ、誰だらだら、あ糸が、おお、すんげえ顔してんな。あ危ない、出る来る戻る、コマンドみたいになったな今。これじゃあ匂いだなってか、もしシンプルに風邪ひいてんのかな。鼻にだいぶついた。俺の匂い玉が一個なくなった。一個だ。取れた。見える？あれちっちゃいけどさ、潰すんですよ。ビッ、潰して匂い嗅ぐ。くっさ。臭い、わかんない、なんだこの匂い、何の匂い、何の匂い、初めて匂いで歴史を感じる匂いがした。これいじくりすぎて扁桃腺から血出てきた。痛い、何、すごい臭いです。皆さんもし匂いの見つけた際にはほどほどに。スマホ、タブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ、ホームページもあるよ、ツイッターもあるよ、詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。